まあ、時間通りではありますから、はい、大丈夫ですよ、はい、はい、というわけで X-Piece 本日4曲を歌わせていただきます。写真撮影、動画撮影 OK になっておりますので、ぜひたくさん撮って SNS にアップしてください。それでは最初の曲聴いてください。 We are X-Piece。
中心に活動している実の姉妹でありますボーカル&DJ グループです。今年もあと10日で終わるということですし、あと3日ではクリスマスがやっておきますけども、はい、クリスマス、うん、過ごされていますか？なんでさ、先週からさ、そうやってさ、お客さんに向かってさ、喧嘩売るの？売ってないよ売ってないよ私は、仲間を探してるんです。あー、その前提がないとただただ喧嘩売ってる人みたいになっちゃう。ごめんなさいね、私は今週はね、クリスマスイブとクリスマスが土曜日と日曜日でライブがありますので、はいはい、ライブという時間でね、皆さんと過ごすこともできますけど、ライブがなかったら家族と過ごすだけで、ねえ、クリスマスって何ですかってなっちゃいますから、ちょっとね、うかちまちで。もひなちゃん今年20歳になったじゃん、はい、だからちょっと言っとくんだけど、ひな、はい、が思ってるより大人ってあんまりクリスマスに興味ないと思うよ。そうなの？だってクリスマスって言ったらさ、チキン買ってさ、ケーキ買ってさ、それ子供までだね。あ、じゃあ分かった、大人はあれだな、クリスマスだからって、ディナー予約して、ちょっとお高めのレストランでワイン乾杯言ってる。で、言ってる人もあんまいないんじゃないか。いないのか。そんな、なんか、まあ、たまたまクリスマスだから美味しいもん食べるからくらいな感じじゃない？違うですか？知らんけど。ちょっと私が理想の大人のクリスマスはそんなでしたけど。そうだね。まあ、ひなちゃんそういう純粋なところもさ、長所だけどさ、20歳過ぎだからそろそろ、ね、ちょっとね、うん、ダメだよね。そうだね。いい加減現実を見ます。誕生日ケーキとクリスマスはあんまり興味ないから。みんな？うん。そっか。いや、わかんない。ごめん。めっちゃいるかも。大人でもいるかも。楽しみにしてる人。この中でほら、地球予約してる人いるでしょ、どうせ。手挙げてみなよ。ごめん、私が悪い人みたいになった。まあでもそれはね、人それぞれだけど、私はそれが、それ派になるから、じゃあ。それ派じゃあ、そっち派で、そっち派で。仲間になってもわければ。ああ、そうだね。2対、ね、2人いるから、どっちもね。ウィグン、ひな軍って。うん、確かに。まあ今週は、XPS24 日、25日でライブさせていただいて、25日はここの御徒町駅前で19時頃から路上ライブをさせていただきますのでね、はい、ぜひクリスマスでカップルでにぎわってるかろうと思いますけども。いや、上のなんもねえから。ないか。ないか。カップルで来るとこじゃないやろ。そうかそうか。ぜひぜひね、予定空いてますよっていう方は駆けつけてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ね、クリスマスですって1年本当あっという間よね。あっという間ですね。去年何してたか覚えてる？覚えてない。私も、はい、そんなもんですよね。そうだよ、はい、というわけで私たち XPS は現在ミニアルバム僕は歌うよ1000枚看板チャレンジを目指しております。こちら初曲収録されて1枚2000円、そして今のやつショートチェキが1枚ついてくるよということで、ぜひこちらクリスマスプレゼントにどうでしょうか。あのね、いろんな友達とか恋人とか家族とか会社の人とかいろんな人にね、クリスマスプレゼント迷ってるなーっていう人はぜひこちらを1枚手に取っていただいて、さぞかし喜んでいただけると思います。さぞかしってあんまり使わないよ。喜んでほしいので、はい、ぜひ皆さんお買い求めいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の曲聴いてください。モーメント。Thank you.
とうございました。ラストの曲は先ほど登場していた日向心を呼びして私たち3姉妹で一曲お届けしたいと思います。そんな雑なんじゃない。いや、マイクのさ、ケーブル投げることあるんだ。初めてびっくりした。来たら危ないやん。危ないね。はい、じゃあ皆さんこんばんは、日向心です。よろしくお願いします。それでは聴いてください。お願い恋予報。
妹ですけど勝手にふざけ出したんで、これとか悪い。いやいや、その前にひな靴脱いでたじゃん。でもそれは、うん、でもこっちの方が悪いよ。ひなは歌詞に合ってたけど心が急になんかこうやってありましたからどうすんの。お客さんでさ、ネオファンの方が今後それ真似してきたらひなは笑っちゃいけないんだよ。そうだよ、だって大事なおじさんなのに心が笑わしてきたから、この人はあのダメですよ。家で怒ります。はい、ということでね、今日はここでラジオライブを終わらせていただきたいと思います。寒い中最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それでは以上、エクスピーストひなとこころでした。ありがとうございました。